長嶋敏之です人にはそれぞれ人生があります私をはじめストーリーテラーが小さな人生の物語をお届けしますぜひお聴きください それは突然やってきたグラグラとめまいがしたと思ったけれど違った地面が揺れたんだ春まで浅い寒い午後だった俺は不登校歴2年になっていた中学1年生の時体育の陸上の授業中に1 5 0 0メートルのタイムを測られたんだけど運動神経が悪い俺は 女子よりもタイムが遅くて、他人がストップウォッチを見て笑ったんだ。にやりと。成績も悪く、足も遅い、しかも色白で、持ち肌でどんくさい俺は、意地悪な奴らの格好の餌食だった。思春期特有の不安定さが、人の心に悪魔を呼び寄せたのか、俺は、毎日が地獄だった。 上履きの中にカビの生えた給食のパンが入っていたり机の上に菊の花が飾られていたりカッターでカバンが切り裂かれていたり男子からも女子からも嘲笑される毎日だったある時なぜか俺に感謝状が贈られるというクラス委員の花田が俺の前に立った 佐々木君、君はクラスに多大なる貢献をしたため、ここに表彰いたします。皆がストレスをためているとき、君みたいな底辺の白豚がいてくれるおかげで、自分たちはまだましなんだと思わせてくれて、誠にありがたく、クラス一同、感謝の思いを症状にしました。死んで ゴミを燃やす焼却炉の栄養になってくれることを祈りつつ、感謝状、ここに贈呈。と読み上げ、クラス中が拍手の嵐だった。俺は悔しくて泣いた。すると、皆が一斉に湧いた。どっと笑いが起きた。ひいひい笑っている。 机を叩きながら笑っている。集団とは恐ろしいもので、ターゲットを見つけると、稲子の大群のように襲いかかってくる。じっと耐えたけれど、もう限界だった。その日から、俺は給食を食べると吐くようになってしまい、水を飲んでも吐くんだ。学校なんか行けるわけがない。 布団にこもって震える日々が始まった見えない出口が俺に襲いかかってきた俺の母ちゃんは病気を抱えていて週に3日透析をしている遺伝性の糖尿病が要因だった辛そうな母ちゃんの姿は俺の心にも影を落としていたとにかく 母ちゃんに心配をかけたくない。その一心で、俺は必死で登校してきたけれど、もう無理だった。担任でさえ、俺のことを心配していない。こんなところに居場所はない。いじめられるたびに、我慢できずに、泣き顔になる俺を、皆が真似をして笑っていた。気が遠くなるほど悲しかった。 絶望の感謝状を読まれた日どうやって家にたどり着いたのかさえ覚えていないとにかく自室にこもりベッドに潜り込んだ幼い頃からずっと一緒に寝ているパンダのぬいぐるみを抱きしめて声を殺して泣いた自営業の俺の家では1階で父ちゃんがコロッケをあげている 裏口から入り気づかれないように2階へ上がりずっと部屋に潜み続けた夕飯も食べず制服も脱がずそのまま俺は引きこもりの生活に突入したのだ学校側はさすがにまずいと思ったのか担任をはじめクラスの女の子たちも何度も様子を見に来たけれど 絶対に合うものかあんなやつら学校の名前を聞いただけで息が苦しくなって呼吸が困難になってしまう眠りまさく夜中に何度も起きては声にならない叫び声を上げた味覚もおかしくなり味がわからない特に甘みを感じなくなっていた大好きだった いちごのショートケーキも無味に感じる精神科に連れて行かれた俺は適応障害だと言われた母ちゃんは体が弱いから俺一人しか産めなかったと俺に詫びたことがあったっけ兄弟を作ってあげられなくてごめんねと父ちゃんはもともとパン職人だったけれど 生地をこねる機械に手を挟まれて指を大けがしパン職人を引退して小さなコロッケ屋を始めたんだ細々とした俺の家何もいいことがない大好きだったお笑い番組を見ることもやめてしまったどいつもこいつも気楽そうで本気で腹が立つから父ちゃんなんて 朝から晩まで働いて倒れるように眠る日々でも二十万くらいしか稼げないのにちょっと笑わせて数億円とかふざけんな俺は世の中の全てを恨んでいたねえ母ちゃん出ておいでよ空が青いよ白い雲が気持ちよさそうだよ母ちゃんは よくそう言って明るく俺を部屋から連れ出そうとした「でも俺は絶対に出ないこの俺の空間からは一生出るものかのんきに浮かんでいる白い雲なんか見たくねえよ」母ちゃんは不登校の俺を一切責めず父ちゃんも揚げたてのコロッケをそっと廊下に置いてくれた 実は、二人とも児童養護施設で育ったと聞いたことがある。なんで俺にはばあちゃんがいないの小さい頃そう聞いたら、母ちゃんは、うーん、そうだね母ちゃんも会ったことねえべさ。って。父ちゃんも母ちゃんも親に捨てられ、18歳まで施設で肩を寄せ合って暮らしてきた。 だだったんだ「何で世の中こんなに不公平なんだろう」「金持ちがいて健康な人がいて運動ができる人がいてかっこいい人がいてきれいな人がいて頭のいい人がいる」「だけど俺は貧乏で親が病気でしかも不イクで頭も悪い何度聞いても方程式が解けなかった」 俺脳がおかしいと思ったねえコウちゃん白い子も見てごらんよあの上に乗ってどこにでも行けそうな気がすっからさ気持ちがスーッとするよ母ちゃんね透析してる時ずっと窓から空見てんだよいつか透析が週に1回とかで済むようになったら よその国に行きてえな。ハワイとか最高だべ。母ちゃんもうこもってないで。空見てごらんよ。母ちゃんが部屋の外から俺に何度もそう話しかける。だけど見るもんか。カーテンを閉めきって俺は一筋の光さえも拒否していた。 俺みたいなゴミ人間に昼間の光はまぶしすぎるから無口な父ちゃんは味がわからなくなった俺に濃いめの味付けのコロッケをせっせとあげてくれた父ちゃんは苦労人だどんなに苦しくても愚痴を聞いたことがない「道のくの人間は強えんだ風雪に耐えて這い上がってきたんだ昂太も」 負けんじゃねえぞ。負けるっつうのは、貧乏になるっつうことじゃねえ。自分に負けねえことだ。そのためには、世界一の親友を一人作れ。一人では解決できねえことも、二人で助け合えば乗り越えられっからよ。そんな父ちゃんに親友などいない。だけど、母ちゃんが親友代わりだ。 辛い時も悲しい時も二人で助け合って生きてきたんだ。最高のパートナーだ。だから父ちゃんはとても強えんだ。忘れもしない。あの日は長い長い揺れが続いた。おかしい。何かがおかしい。今までこんなに揺れたことあったっけ 揚げ物屋の我が家が奇跡的に守られたのは父ちゃんがインフルエンザにかかっていてたまたまその日は揚げ物のための火をつけていなかったからおい、孝太、でっけえぞこれは普通じゃねえ父ちゃんが一階から叫んでいる今日は中学の卒業式で俺は出席しないまま 中学を卒業することになっていた日だった高校は通信制の学校に決めていた一本も家から出ないまま授業を受けられるから父ちゃんも母ちゃんも賛成してくれた俺は高校行ってねえからよおめえはすげえよ高校に行くんだもん誇りの息子だと言って 手放しで褒めてくれた。すごくねえべ。俺は落ちこぼれだ。人生の落ちこぼれだ。父ちゃん、母ちゃん、ごめん。俺は心の中で泣いていた。何のために生まれてきたんだよ。母ちゃん、俺なんか産んじゃダメだったんだよ。卒業式が終わり、 謝恩会が開かれている時間のはずだった海辺の学校は景色が良くていい環境だったんだよ窓から見える景色は最高だった母ちゃんよ俺も本当は青い空にぽっかり浮かぶ白い雲好きだったよいつかこの町を出てでっかい都会で勝負してみてえと思いながら 空を見たっけところが、海から魔物がやってきた。高台にある、俺んちのベランダに出たら、うねる気持ちの悪い海が見えた。おいなんだあれは父ちゃんが叫ぶ、黒い壁のようなものがこっちに向かってくる、ものすごい勢いだ。俺は、はっとなった。 母ちゃんは父ちゃんもハッとした顔になった病院だ母ちゃんが透析を行っている病院は海の前にある俺迎えに行ってくる父ちゃんはそう言って軽トラに飛び乗った俺も2年ぶりに部屋を出た 父ちゃんの後を追っただけどわずか数百メートル進んだだけでそこから一歩も進めなかった津波が大蛇のように町を飲み込みそして壊していった俺んちの小さな軽トラは足踏みをして止まってしまった母ちゃん俺の 頭の中で母ちゃんがふわりと笑った「おめえはめんこい子だ母ちゃんの宝物だいっぺえ食えよ」そう言って白いご飯をたくさん炊いてくれてでっかい握り飯を作ってくれたよな「うわあ俺は。 腹の底から絶叫した。坂の下を見ると小さな俺たちの町は完全に飲み込まれてしまっていた中学も病院も全部波が流していった父ちゃんは「諦めねえ」「今まで諦めたら終わりだと思って生きてきた」「絶対大丈夫だ!」 あの明るい母ちゃんが死ぬわけねえべそう言って俺の手をぐっと握った未曾有の災害だったなんでこんなことになったんだ一体俺たちが何したっつうんだ道のこの人間は真面目で強くて頑張り屋だお天テント様よ なんで俺たちを見捨てたんだ父ちゃんが泣き崩れた。親のいない父ちゃんは町が親代わりだと言っていた。町の人に孝行するんだって。その町が跡形もなく流されてしまった。瓦礫だらけの無人の町にサイレンの音だけが不気味に鳴り響いた。 1>, 1週間が過ぎ母ちゃんの遺体が安置している避難所にたどり着いた母ちゃんは青空の下にいたあまりに遺体が多すぎて公民館の中に入りきらなかったんだ眩しいほどの青空の下白いタオルに顔を覆われた母ちゃん認めねえあの明るい母ちゃんが 死んでしまうなんてありえねえそっとタオルを取ってみた母ちゃんは笑っているような顔だったボランティアの人が丁寧に顔を拭いてくれたんだべなふっくらとした優しい母ちゃんの顔がそこにあった 嘘だよ。これは嘘だよなまぶしい青い空が憎かった母ちゃんが死んでも何も変わらねえ空は青くて澄んでいた白い雲も気持ちよさそうに浮かんでいた何も変わらねえんだよなんだよ なんでよこんな形でカーテンコールかよ神も仏もねべさん父ちゃんが泣きながらそう言った初めて聞いた言葉だった「カーテンコールって何?」俺はすかさず聞いた なんだか不思議な言葉だった。父ちゃんの口からそんな言葉が出てくるとは驚きだったから。母ちゃんな、若い頃劇団の女優さんだったんだよ。道のく劇団っていう小さな劇団の、いろんな困った人たちを力づけるために、あっちこっち回ってたんだ。親がいなくても、 兄弟がいなくても、いつも笑ってたけど、本当は、寂しがり屋だったんだ、母ちゃんは。自分にしかない何かを探してたんだよ。桜の花みたいに、華やかにはなれねえけど、道端のタンポポグレイにはなれるかなって。母ちゃん、いつも脇役でね。 カーテンコールの時には最後に呼ばれて出て行くんだ。それがね、お気に入りでね、主役よりも目立っちゃうって笑ってた。いつしか人生のカーテンコールの日は笑って行きたいね。父ちゃんに手をつないでもらってさ、それがなんだよ。 なんでこんなカーテンクールだよ父ちゃんはボトボト涙をこぼしながら母ちゃんの手をさすっていた俺にはわからない夫婦の絆の強さを引き裂いた津波が憎かったこの世にはいいことなんか何もねえ避難所には よく知っっている顔もあった俺をいじめていたクラス委員の花田だそいつはたまたま卒業式の日に風邪をひいて学校に行けなかったから助かったんだ中学は流されてしまい多大なる犠牲を出したことを俺も報道で知っていた花田は俺を見るなり泣きながら近寄ってきた 悪かったな。俺、ひでえ奴だって。人って、いつ死ぬか、わかんねえんだな。今、こうして謝れてよかった。俺、死んだら、謝れなかったし。そう言って、座り込み、泣きながら俺に向かって、土下座をしていた。 俺は花田を殴ってやりたかったけどできなかったみんな悲しみを抱えていて苦しくて人を非難する気力なんかなかった空を見た雪が舞っていた母ちゃんの顔にはハラハラと落ちてきた冷たくなっている母ちゃんの顔に落ちた雪は 全然解けない。俺は母ちゃんの死を悟った腹の底から泣いた俺は生きているから手や顔に降った雪のかけらはスッと溶けていったボランティアさんたちが忙しそうに歩き回る避難所俺は居ても立ってもいられなくなった 断水の中トイレは壮絶だった俺は俺をいじめたヤらを誘ってトイレ掃除を始めることにしたそいつは躊躇していたけれど無理やり閉じ込めたおめえやれやん俺をいじめた罪を償え自分のどこにそんなパワーがあったのかわからないけれど母ちゃんを きれいな場所で送っってやりたかったか見事なカーテンコールで送ってやりたかった朝から晩までひたすら掃除し10日ぶりに湯にも使った体中が喜んでいる気がしたすぐにまた手伝いに回りパンや冷えたおにぎりを配って歩いたじいちゃんや ばあちゃんから手を合わせられた。底辺と言われた俺に手を合わせてくれたんだよ。ありがてえ。俺、泣きながらその手を取って抱きしめた。皆、温かかった。生きてる気配を全身で感じた。生きてるって、あったけえんだ。 毎日毎日ひたすら手伝いに没頭した俺はいつしか避難所ではなくてはならない存在になっていた父ちゃんも飯炊きボランティアで汗をかいていた生き生きしていた「うめえうめえ!めえ」と言って食べてもらえると言って泣いていた母ちゃんをダビに伏す日 避難所の皆が泣いてくれた。そして、アンコールアンコールと、声がけしてくれた人がいた。なんと、母ちゃんが脇役女優だった頃を知っていたじいちゃんがいたんだよ。いい女優さんだったさ。ふっくらしててさ。 若いうちから母ちゃんの役が得意でさ人情物には欠かせない女優さんだったさ本物の母ちゃんになったんだなしかもこんなにいい息子を産んでくれてありがとなって声がけしてくれた父ちゃんと俺は 抱き合って泣いた人はいつか誰でも旅立っていくどんな人だってだ勝負はその時だ惜しまれて旅立てる人は最高の幸せ者だ俺はそのことを知ったあれから12年近い年月がたった父ちゃんは 母ちゃんの病院があった場所で小さなコロッケ屋を営んでいるおかげさまでひじき入りのコロッケやわかめ入りのコロッケは大好評だ俺は通信制の高校を無事卒業して介護福祉士の職に就いている実は劇団も立ち上げた青い空と白い雲っつう名前だ母ちゃんへの 感謝を込めてつけたんだ。俺をいじめていた奴らの中で、生き残った奴らを集めて、笑いを交えた小さな人生ドラマを演じているのだ。俺は、堂々脇役だ。それが、俺の果てなき挑戦だ。空は、今日も青い。そろそろ、冬支度をしねえとな。 息を思いっきり吸い込んだ肺の奥まで洗い流してくれる気がしたいつか母ちゃんのいるあの空の上に俺は堂々と向かっていくんだその日まで人のために生きてみるさこれが俺の使命だからなぽっかりと浮かぶ白い雲母ちゃん 世界中が見えるかいもう、ハワイにも行ったかいこの街で俺は生きていく。俺の人生を生きていく。誰かのために生きていく。見てろよ。俺は負けねえからな。道のこの人は、強えんだ。俺はダウンジャケットを着込んで、 デイサービスの車に乗り込んだ俺を待ってくれる優しい人たちのもとへ全力で急ぐんだ今日は俺の劇団の劇団員たちがやってきて楽しい喜劇を演じるんだ全員が脇役で全員が主役それがもっとの俺たちはお客さんを巻き込んで皆に演じてもらうスタイルだいつか 万来の拍手のもと、カーテンコールを迎えるその日まで、俺は、諦めねえよ。道のくの人は、強えんだ。なあ、母ちゃんナレーションは、長島敏之が務めました。人生は、素晴らしい。